本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、親子丼を作りたいと思います。しかもただの親子丼ではなくてですね、中尾の炭火焼き鳥親子丼、これにチャレンジしてみたいと思います。それではまいりましょう、ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、材料の紹介からしていきます。はい、今回ね、だいたい2人前となってます。鶏もも肉1枚、味付けはね、今回クロススパイスを使います。玉ねぎ1/2に干し印、調味料になってまして、醤油、砂糖、みりん、酒、だしの素、濃い場合はね、水で調整してください。あと卵4つに、ご飯はたっぷり準備してください。それではまずね、鶏肉の下ごしらえからしていきます。鶏肉は皮のまま一口大に切っていきます。この切った鶏肉にね、このさっきのプロセスパイスをかけます。はい、それではね、この鶏肉を炭火焼き鳥会場でちょっと焼いていきます。はい、炭火焼き会場にね、到着しました。今回はね、このエココホロゴスで焼いていきたいと思います。今日は珍しく雨降らないですね。はい、炭火焼き鳥完成しました。もうね、これだけで十分美味しそうなんですけれども、これで親子丼作っていきたいと思います。それでは一旦スタジオにお返しします。はい、スタジオに戻ってきました。炭火焼き鳥会場のご飯、ありがとうございました。それでは親子丼の方作っていきたいと思います。はい、それではね、先ほどの調味料すべてをフライパンに入れます。煮立ったところに玉ねぎを入れます。玉ねぎの方煮立ってきたら、先ほどの焼き鳥を入れてですね。そして卵、こちらね、黄身を2個分だけ取ったものをね、よく混ぜて、あとはね、こう流し入れていきます。お好みの硬さになったら完成です。はい、完成しました。はい、相変わらずね、大盛りの焼き鳥親子丼でございます。それではいただきましょう。今日はね、いつものようにウェルキンソンでいただきます。上にね、あの卵黄をのしてありますね。まずね、これをちょこちょこちょっと親子感を出してですね、いただきます。うまい。これめちゃめちゃ美味しいよ。
焼き鳥の炭火のあのスモークされた感じがすごく美味しいです。あの普通の親子丼と全然ちゃう。うまい、めっちゃうまい。なんかバーベキューの味、美味しい。こんがりとね、わかるかな、炭火の焼き色がついてて、めっちゃ美味しい。あの炭の感じがね、ご飯に落ちてね、すごく美味しいです。はい、このままやったね、美味しくてずっと食べてしまいそうなんで、料理のおすすめさせていただきます。今回はですね、炭火で焼いたんですけれども、炭がない場合、フライパンでこんがり焼くことでかなり近い味になると思います。それと今回使った炭なんですけども、ロゴスのエコココロゴスと言いまして、女性の方でも簡単に火がつけれるものとなっております。最近ではね、ホームセンターなどでも売ってますので、よろしければ一度探してみてお試しください。はい、本日はですね、中尾の炭火焼き鳥親子丼にチャレンジしてみました。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッバー。